鶴光一の世界第21話、時間軸。我々が感じ取ることのできる時間とは、地球の自転に由来しています。地球の時間を肉体が感知できるのは、地球の重力圏が及ぶ範囲だということです。移動する速度によって時間の進み方に違いがあると言ったのは、あの有名なアインシュタイン博士ですが、実は我々の対応するあらゆる出来事において、その時間の進む速度はまちまちなのだそうです。そして我々の人体は心臓の鼓動で時を計っているようです。今我々の意識は完全に時間の観念の檻の中にがんじがらめに閉じ込められているようです。少しその様子を探ってみましょう。我々は遅刻しそうになると慌てます。なんとか先方に連絡する方法はないかと思案が始まりますが、一般的にはいかに外なる現実に働きかけるかに思考を使います。時間を生み出すことに思考を使う人はまだ少ないようですが、思考を時間を生み出す方に使い始める時が来たようです。仕事の納期が迫ってきたらどうしますか？仕事の効率を上げることに思考を使うと思いますが、これでは片手落ちです。外の世界に働きかけるだけでは不十分です。どうぞもう半分の時を生み出すことにも意識を向けてください。まず出始めは、時間はいくらでもあると自分に言ってみます。これだけで心は若干落ち着くものです。大丈夫、時間はいくらでも生み出せると自分に言い聞かせます。これだけで心にゆとりが生まれます。そしてこの心のゆとりが明日のゆとりの時間を実際に想像してしまうのです。一度こんな体験をすると、本当に思っただけで時間が生み出せた、絶対間に合わないと思っていたのに納期内に仕事を片付けることができた、本当に時間は意識の力で作り出すことができるのかもしれないと、なんとなく自信が出てくるものです。一度この自信がつくと、今度はその自信が作用してもっと確実に自分の意思で時間を変えることができたと感じる事柄を引き寄せてくるようになるでしょう。あなたのゆとりある心がゆとりの時間の源であったことに気づくでしょう。そして時間意識に束縛された最もポピュラーな体験が未来に対する不安です。人は未来に意識が飛ぶとすぐ不安を体験することができます。人は今の延長線上に未来があると固く信じ込んでいます。これは大きな誤解なのですが、これまでの体験から判断すると、時間軸は今ここに無限にあるという話を聞いてもなかなか納得することができません。時間はレールの上を直線に流れているわけではありません。今意識の質が変化すると、時間軸というレールの線を別のレールに乗り換えてしまい、未来に体験する出来事が変わってしまいます。実はこのためにこそ、あなたのハイヤーセルフはあなたの未来に起こることをあなたに告げようとしないのです。あなたのハイヤーセルフは常にもう一段上のレールにあなたが乗り換える可能性を見ています。未来を渡してその未来に束縛されてしまうことを良しとしないからです。あなたは体験上多くの因果律を知っています。こうしたらこうなるといった原因と結果の因果律です。この知識によってより豊かな未来を得ようと今を操作します。しかしこれまで体験で学んできた人類のこの原因と結果の法則さえ役に立たない時代が来ようとしています。時間は絶対的なものではなく、今この瞬間を生き切ることによって未来に予測された事態を回避できることを体験してみてください。こうしたらこうなる、だから今はこうしようというような思考を一旦ストップしてみるのです。今ここで信用をなくしたら生きづらくなるとか、今
ここでこうしたら所得が下がるだろうというようなことです。今のあなたの行動と未来に起こることに必ずしも因果関係が成立しているわけではなかったことを体験し始める時がやってきました。もう自分の思考を使うのをやめて、自分の人生を自分のハイヤーセルフに委ねましょう。勇気を持ってその瞬間したくなったことを自分に許すのです。大丈夫、これで絶対に問題はないのだ。全ては必ずうまくいくと事情のいかんに関わらず、単に信じて今したいことを自分に許していると、あなたが過去に体験した因果律に反した結果を招くといった体験を引き寄せ始めることでしょう。三次元現象世界では今とこの次の瞬間はつながっていないのです。宇宙は毎瞬毎瞬その瞬間ごとに完全です。今ここに完成された完全なる宇宙があり、次の瞬間にはまた別の完全な完成された宇宙が生まれます。我々の意識は毎瞬毎瞬その完全な宇宙を移動することによって時間の流れを感じているだけのようです。今と次の瞬間は決して線でつながっているわけではありません。今この瞬間、あなたの意識がシフトすると別の平行宇宙へ入っていきます。すなわち別の平行時間軸の宇宙へと移動してしまうのです。もちろん同じ意識状態のままでいるあなたは、これまで通り過去においておなじみの因果律の体験を味わうことはもうご存知の通りです。あなたが信じた通りの宇宙をまた次の瞬間に想像するからです。しかしあなたが信じるものが変わった次の瞬間、その新たな信念通りの宇宙を生み出します。これでいいのだと知っている人はこれで良い宇宙を生み出すのです。これではまずいことになると知っている人はこれではまずい環境を想像してしまうからです。そんな体験の一つ一つがあなたの時空間に揺らぎを起こし、あなたの直線的時間の観念にひびを入れていくことになります。こうしたらこうなる、だからこうしようといった固定的思考に挑戦してみてください。必ずあれ、なるほど、時間はつながっていなかったという体験ができることでしょう。その時あなたの意識は固定的時間の束縛から自由でいられることを知るでしょう。これはやってみれば簡単なことなのですが、その前に普段自分がいかに時間に束縛された想念を無意識に発しているかに気づく必要があります。時間は大切であるという考え方もその一つです。もちろん時間が大切ではないと言っているわけではありません。時間を大切にしようという想念の奥には、時間は有限のものであるという疑うことのない強い信念が潜んでいるのです。もっと時間を大切にしようよという思いを出す時には、時間は有限なのだ、時間は生み出せないのだという思いを無意識に発しているのだと気づいていてください。時間は無限にある、大丈夫だと自分に言い聞かせた後、待ち合わせに遅れてきた友達に対して、俺は今忙しいのになんで待たせるのだという思いを持ってしまったとしたら、時間はあるという思いと時間はないという思いの両方の思いが互いにキャンセルし合って、変化は何も起こりません。どうかなんで俺を待たせるのだという思いが出てしまったら、俺は今時間がないという思いを出してしまったと、すぐそのことに気づいていてください。我々は肉体をまとっている以上エゴが必要です。エゴはわがままで独りよがりです。自分の都合の側からしか見られないエゴを咎める必要は全くありません。それはエゴが働いているということなのですから、どうぞ自由にエゴさんを働かせてあげてください。そしてあなたはただそのことに気づいてさえいればいいのです。あなたが時間がないという想念を出したとき、その想念エネルギーはあなたの宇宙に生産されます。そして
そのことに気づくことによって、その想念エネルギーはあなたの宇宙から消滅してしまいます。出したことに気づかず、出しっぱなしにしていると、宇宙のエントロピーの法則、あるものは無に戻っていこうとする性質によって、それが物質世界へ現象として表現されます。すなわち、想念エネルギーは物質化という活動を通して解消に向かうわけです。人間が宇宙に付け足したエネルギーは、自然の摂理によって解消する機会を探し始めます。人が出した時間がないという想念は、時間が足りなくて困ってしまったという現実を三次元世界で表現し、その役割を終え消えていくわけです。三次元世界でいうところの諸行無常、人が作り出したものは必ずいつかは消え去っていくということを我々は知っていますが、これは見えない想念の世界においても同じことなのです。ビッグバンによって神が作り出した宇宙に人が付け加えた想念エネルギーはいつかは消え去る運命にあります。それが思いが現実化することのメカニズムなのです。想念エネルギーは現実化することによって消えていくわけです。ですから思いを叶えることはとても簡単なことです。単に思いを出せばいいだけです。あとは宇宙の自然摂理が働いて現象化します。しかしあなたが無意識のうちに出している数々の想念に気づかなければ、一体何が起こっているのか、わけがわからなくなってしまうのです。今、あなたの世界が思い通りでないとしたら、それはあなたが無意識に出している想念に気づいていないだけのことです。自分の出す想念の 100% に気づいていること、これだけのことです。